はいみなさんこんにちは iPad やパソコンの先生の仕事をしているたつのりです今日この動画ではですね iOS16 以降の iPhone でその iPhone のですね壁紙というか待ち受けの画像を変えたりとか見栄えを変えたりとかする方法ですね紹介していきたいと思いますそれでは早速ですがその内容に移っていきたいと思います はい、それではですね、実際にこの iPhone を使いながら、その、ホーム画面を変更する方法を紹介していきたいと思います。それで,ですね、まず今回紹介する、ホーム画面の変更方法がですね、iPhone のバージョン、iOS がですね、16以降の方法となりますので、まだその iOS15 だったりとかで使ってる方はですね、まずアップデートをしてください。で、アップデートなんですけれども、自分のですね、iOS のバージョンを確認するには、このですね、設定アプリを開きます。設定アプリを開いていただいた後にですね、その中の一般というところ タップしてくださいで、一般をタップするとですね、その中にですね、ソフトウェアアップデートというのがありますので、その部分をタップしてください。で、ソフトウェアアップデートをタップするとですね、iOS のバージョンが表示されます。で、iOS のバージョンがですね、16未満の場合はですね、この部分に iOS アップデートしてくださいという表示がおそらく出ますので、そのこの手順に沿って iOS16 以降にアップデートしてください。で、16以降にアップデートすると、この動画でですね、今から私が紹介する方法で壁紙というか、ホーム画面、ま、 待ち受け画面を変更することができますそれでですねその方法なんですがまずですねこの待ち受け画面を出しましてそうしたらですねこの画面を指で長押ししますするとですねこのような表示に変わりますで、このような表示に変わったらですね指でずらすとこのような形で新規の壁紙というか待ち受けを追加しますかみたいな画面が出ますのでそこでプラスを押します するとですねこのような形でいろいろな壁紙を選択することができるようになるといった感じですねでこの iOS16 からすごいの壁紙の処理が多くなっているといったところです例えばこれとか選ぶと、まあ、こんな感じで月を表示したりとかでここに月の詳細ってあるんですけどその下に点がいくつかありまして月の場合まあ5つあるんですけど これ右にすると一番右太陽系を表示するし、いろいろ変更することができます。で、さらにですね、ここにウィジェット追加というのがあるんですけど、この iOS16 以降、 の iPhone ですねウィジェットというのがこの待ち受け画面でも表示することができるようになったというところですね。で、ウィジェットを追加というところをタップするとどのウィジェットを表示しますかっていうところが出ますので例えばその Apple Watch の電池の状態を知りたいななんていうときはここをタップすればその Apple Watch の電池の状態が1つ追加されるし、まあ、トータルで小さいのが1つだったとしたらそれの4つ分のスペースをこウィジェットで追加することができるといった感じですね。 で、これで、例えば、追加とやってやると、こんな感じで,ですね、壁紙と両方に設定しますかなんていうのが出るので、両方に設定しますよ。で、一地球儀の壁紙を作ることができました。で、それをタップして、 で、ロック解除すると、まあ、こんな感じでですね、壁紙を新しく設定することができました。で、この壁紙ですが、その、もう一回長押しすると、このようなまた画面になりまして、先ほどの、こっちのカラーってやつに戻したいななんていう時は、このような形でですね、指でタップしていただくと、壁紙を元に戻すことができます。元に戻すというか、自分で作った壁紙の組み合わせとかと、こうすぐさま変更することができるといった感じですね。で、他にも、この絵文字っていうところもですね、まあ、非常に面白くなってまして、 左下にこのニコちゃんマーク、絵文字のマークがあるのわかるかと思うんですけど、これタップすると、どんな絵文字を配置しますかというのが設定できます。で、これで例えば、このバツ印で消しまして、こんな感じで絵文字の組み合わせの壁紙に変更するなんていったこともできます。で、今これグリッドショーってなってるんですけど、これページめくると、こんな感じでですね、グリッド台、リング、 スパイラルとこうなんかツッコミどころ満載な感じもあるんですけどこんな感じでですね遊び心ある壁紙待ち受けをセットすることができますあとですねこの上の部分もこれウィジェットとなってまして例えばこれカロリーの表記に変わりましたまあ私がこれブローチつけてどれだけカロリー消費してるかとかっていうのをまあ表示ができると、まあ、この辺りは いろいろいじりがいがありそうなので、まあぜひともこうご自身のですね iPhone でいじってみてください。またですね、この時計のフォントを変更することもできまして、時計をタップしていただいてこう数字を変えるとこんな感じでいろいろ数字のデザインも。 変更することができるといった感じです。で、さらに、色も変えることができます。まあ、こんな感じでですね、いろいろあ遊び心のある壁紙を設定することができるといったところです。また、この背景の色を変えるなんていうこともできまして、この3点リーダーのマークですね、ここを押すと、背景というのが出てきますので、その背景をタップします。するとこんな感じで、背景の色までも色が変えられると。で、そしてですね、この壁紙の両方に設定っていうのもあるんですけど、その下のですね、ホーム画面をカスタマイズというところを押すと、 さらにですねそのホーム画面側でどんな風に見えるようにするかということを決めることもできますこのぼかしってやると待ち受けの画像をこんな感じでぼかすこともできますしオリジナルっていうのは待ち受けと一緒ってことですねでカラーグラディエーションこれを単純に グラデーションのかかってる色に変えるかとかっていう話で、この写真っていうのを選ぶと、全然別の画像に変更できるよといった感じですね。っていう感じで、ホーム画面の設定の方はここから変更できるといった感じですね。そして、さらにですね、この写真っていうところをタップして、その中のですね、写真を選びます。するとですね、ここにその3点リーダーまたありまして、この写真を選んだ時ですね、異社会振度エフェクトっていうのがありまして、これ今オンになってます。まあどういうことかっていうと、 こ,れ今ね、この耳の部分が時間の上の部分に乗っかってるような表示となります。っていうのがこの シャッカイ、振動エフェクトの効果となります。それで,ですね、これ今オンになってるんですけども、これをオフにするとこんな感じで猫の方が数字の裏側にいるような感じとなります。はい。またですね、その一度作った壁紙をですね、再度カスタマイズ、編集したいなんていう時は、この長押しして、こういった選択できる画面にした上で、その中のカスタマイズというところをタップします。すると改めて、この時計だったりとか、ウィジェットだったりとか、画像の種類とかを変更できるようになります。 しまたですね、こういくつかですね待ち受けを作ったんだけどこの作ったやつをもう消してしまいたいなんていう時はですねこの作ったやつを指で上にスワイプしていただいてそうするとですね下にですねゴミ箱マークが出てきますのでそのゴミ箱マークをタップしてくださいするとこの壁紙を削除っていうのが出ますのでそこで削除をしてください でですね、今回このですね、待ち受けをタップして、その壁紙変更する方法を紹介したんですけど、それ以外にもですね、この設定アプリを開いていただいてですね、設定アプリの中のこの壁紙というところをタップしていただくと、この部分からもですね、その壁紙の設定を変更することができます。はい、といったところですね、ここまで動画のご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。